田塾のお時間です。今回のテーマはシアターでの触れ合い。シアターではライブが始まるまでの時間を自由に過ごす、アイドルたちの様々な表情を楽しむことができます。今回はそんなアイドルたちとの触れ合い方についてお伝えしていきます。ということで、ミリ下塾シアターでの触れ合いスタートです。稲川先生、よろしくお願いします。はい、今回はシアターでの触れ合いについて説明したいと思います。めぐみん、よっこいしょっと。はい、ということで、シアター内の魅力はですね、アイドルの素顔や日常がなんと全編フルボイスで堪能できちゃうということなんですね。そんなシアターでどのようにアイドルと触れ合ったらいいのか、これからレクチャーしていきます。はい、ログインすると必ずエントランスから始まるんですけど、毎日いろんなアイドルが挨拶してくれるんです。かわいい。今日さ、私の誕生日なんだよね。知ってる。プロデューサー、どっか遊び行こう。行く、遊びに行く。はい、ということでですね、今めぐみんが出てきたと思うんですが、アイドルの誕生日にはそのアイドルが挨拶をしてくれます。いや、もう最高ですね。そう、めぐみん誕生日なんです。めぐみんおめでとう。めぐみんおめでとう。めぐみんおめでとう。また左の壁のポスターにはですね、イベント告知やコラボキャンペーンなど様々な掲示物が貼られるんです。エントランスに行くのが楽しくなっちゃいますね。はい、こちらは控え室ですね。この風にシアターではアイドルが自由に行動していたり、アイドル同士でコミュニケーションを取っていたりするんですよ。あ、このね、音符がついてる玉木いますね。ちょっとこの音符マークの玉木をタップしてみましょう。えんや、玉木やる気満々だじゃん。そうか、台本持ってやる気満々。いいね。はい、という感じでですね、もうアイドルに話しかけ、反応を見ることができるんです。ちなみにこちらのカレンちゃんですね、てんてんてんの吹き出しが表示されていますね。ちょっとこのてんてんてんはアイドルがプロデューサーさんに何か話をしたがっている時に表示されるんです。えいや、街を歩いていると他の人から見られているような気がするんです。そうか、私どこか変なんでしょうか。もっと派手にしないとかな。そのままでいいよ。いや、むしろこれ以上ね、天使になってどうすんの。いやもうで、こういう感じでですね、こう話しかけてくれるんです。最高ですね。で、ちなみに右上の方に報酬などの表示が先ほど出てきました。なんとこの点点点の吹き出しをタップするとですね、報酬がゲットできちゃって、さらにそのアイドルとの親愛度も上昇するんです。いや、アイドルとの会話ができて報酬ももらえちゃう。しかもその会話するアイドルは可愛い。一石二鳥どころか一石三鳥四鳥ですよ。皆さん、こんなお得なことはございません。ぜひどんどんアイドルに話しかけてください。アイドルの吹き出しには他にも種類があって、メインをタップするとメインコミュが、イベントをタップすると開催中のイベントコミュが始まります。さらにシアターでのアイドルとの触れ合いはデイリーミッションの条件にもなっているので、見かけた時は積極的に触れ合っていきましょう。実はこの背景にもですね、小ネタがたくさん隠れているんです。この張り紙、控え室で野球をしてはいけませんって書いてありますね。誰か野球したんですかね。スパー、彼女がね、したんですね、きっと。お、この紙袋は誰が買ったのかなとか、ポテチ開けっぱなしだなみたいな、こんな感じでいろいろと本当に小ネタがね、もう隠れているんですよ。ちなみにこのシアターにはですね、エントランス、控え室以外にも事務室、ドレスアップルームの2つの施設があります。
事務室には美咲さんの机があったり、ドレスアップルームではステージ衣装に着替えたアイドルと触れ合えちゃうんです。最高かよ。移動するのにはですね、この右下の施設移動をタップします。ありますね、いろいろありますね。で、行きたいところにですね、このように移動できる施設が出てきます。チェックマークがついている施設がありますね。チェックマークがついている施設にはプロデューサーさんとお話をしたがっているアイドルがいるんです。誰がね、お話ししたがってるかっていうのはこの右下にかなとかつばっとかこんな感じで出てますね。では行ってみます。着替えてますね、衣装に着替えてますね。ここにも野球をしてはいけませんって書いてますね。話しかけてみましょう。お茶入れてる。ねえねえ、どうしよう。プロデューサーさん。何？前髪が伸びちゃったから自分で切ってみたんだけど、変になってない？もう自分で切っても可愛いよ。ちなみに親愛度が高まっているアイドルはですね、アイドルの方から話しかけてくる、通称ねえねえ機能もあるんです。どうや。このようにシアターではアイドルたちがですね、リアルに本当にいろんなことをしているんです。もうね、彼女たちの生活の一部をね、こう覗いてるみたいで本当に幸せですね。はい、他にもですね、ラーメンを食べていたり、ギターを弾いていたり、リコーダーを吹いていたり、歌の練習をひたすら続けていたりなどなど、 BGM が変わる動きをしているアイドルもいるんですね。ちなみに私は個人的にセリカのハンバーガーを食べようとしている動きが本当に好きなんですね。セリカちゃんはお嬢様なんですよ。こうちょっとね、これどうやって食べるんだろうみたいな感じでハンバーガーを見つめているその仕草、かわいい。皆さんぜひセリカを発見したら、あー食べ方わからないんだな、もう私が手取り足取り教えてあげたいなみたいな感じで温かく見守ってあげてください。このようにですね、アイドルの特徴を掴んでおけば、もう右下がどん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 もっともっと面白くなりますよ。アイドルの誕生日や季節のイベントではホワイトボードにアイドルがイラストを描いてくれたり、時間帯によって景色が変わったりするので、いつ見ても楽しむことができます。こまめにチェックしてシアターを満喫しましょう。はい、シアターでの触れ合いについて学んできましたが、皆さんいかがでしたか？めぐみん、かわいいでしょ。見るタイミングによっていろんな変化がありますよね。楽しいですよね。最高ですよね。普段の表情を知っておくのもプロデューサーとして重要なお仕事です。ということで、たくさんのアイドルと触れ合って、アイドルとのコミュニケーションをどんどん深めていってくださいね。これでアイドルの皆さんとたくさん触れ合うことができますね。次回はプロデュース活動についてお勉強します。活動状況の確認やお仕事機能などに触れていきますよ。それではまたお会いしましょうね。バンダイナムコ